活膜肉腫は特に下肢に後発する悪性難部腫瘍である。悪性難部腫瘍においては発生頻度の比較的低い腫瘍である。10から40歳代に多く発生し、大きな性差は見られない。大体、膝関節部を主として下肢に後発する。関節法、活液法、検証、腱などに接して発生するものが多いが、これらの組織と関係しない頸部、 体幹などにも発生する。単純 X 線像で主要陰影が確認できることが多く、約半数の症例で主要陰影内に天井の石灰画像が見られる。電子顕微鏡では史上加速を伴った細胞感隙が認められ、病理組織学的には上皮様組織と防水系細胞からなるに相性を呈する場合と、前述のいずれかの組織からなる単層性を呈する。 バイトがある。偽旋空や細胞間列劇には、パス、ムチカルミン染色ともに陽性で、ヒアルロニダーゼで消化される、酸性多糖類が見られる。治療には、後半切除術を施すが、大関節付近に生じた症例では、節離断術が適用とされる。遠隔転移の可能性があるため、補助化学療法の必要性も考慮する。予後は、報告例により異なるが、 5年生存率は30から50%である。滑膜肉種の細胞が顕微鏡像上、滑膜の細胞とよく似た形態であるため、この疾患は滑膜肉種と命名された。しかしながら、実際に何の細胞が主要化したものであるかは不明であり、必ずしも滑膜由来とは限らない。初期の滑膜肉種は一般的には、 腕や足の大関節付近の南部組織に発現する場合が多いが脳、前立腺、心臓などほとんどの人体組織、臓器で確認されている。滑膜肉種の多くは一般的に若年者に発生し全体の南部組織肉種のおよそ8%を占めているが15から20%は青年若年成人に見られる。発症率のピークは30歳前後とされ女性より 男性の発症率が高い。に相性滑膜肉種 HE 染色に相性滑膜肉種 CKE1AE3 染色滑膜肉種では2つの細胞型を顕微鏡で確認できる。一方の防水系細胞、または肉種様細胞と呼ばれる繊維性の方は比較的細胞が小さくて均一であり、シート状の細胞配列を示す。 もう一方の方は、形態から、上皮様細胞と呼ばれる。古典的な活膜肉種は、両方の方の細胞からなる、に相性を示す。低分化で、シート状の防水系細胞のみで構成される、繊維性の炭素性活膜肉種として観察される場合もある。専門家の中には、ごく稀に上皮型の炭素性活膜肉種も存在すると述べるものがあり、これは、 他の主要との鑑別診断が困難である。他の南部肉種と同様、組織病理学的な研究論文の報告のある、国際的な悪性度評価方法は存在しない。ヨーロッパでは、トロヤニ分類やフレンチ分類が注目を集めており、アメリカでは、ムシーの評価方式が一般的とされている。トロヤニ分類では、主要の分化度、核分裂指数、 腫瘍絵師について検体に0から6点までのスコアを与え、1から3までのグレードに変換し、悪性度が低い腫瘍をグレード1とする。MC の評価方式もまた3グレード式のものであるが、他にも多くの因子を考慮している。おそらく、ほとんどすべての活膜肉種の症例は、T の相互転座と関係している。分子観察そのものが、 活膜肉種の定義づけであるかどうかに関して、データベースがいくつか存在する。活膜肉種の診断法は、通常は、組織構造に基づいて行われ、T の存在によって確認される。この18番染色体の C 遺伝子シナップトタグミント、X 染色体の3つの SSX 遺伝子、シノビエルサーコマ、X ブレークポイントの1つとの間の点座によりし、 SSX 融合遺伝子が生じる。結果として生じる融合タンパク質は、死の転写活性化ドメインと SSX の転写リプレッサードメインをまとめていく。c SSX は、遺伝子発現の失調に近する、活膜肉種の病原性の基礎をなすと考えられる。c SSX1 や c SSX2 融合と、主要の形態及び5年生存率との間には、 ある程度の関連性があることが示唆されている。滑膜肉腫は、通常無症候性の主張や主流として現れるが、検体肝の外科手術腫瘍及び異常のない組織の安全域を除去すること。これは、滑膜肉腫治療法の柱であり、引用する特定の研究結果に従い、患者のおよそ20から70%に対し有効と、される。 従来の化学療法残りの微細な癌細胞の数を減少させる。近年の研究で進行性で低分化な活膜肉腫を患う患者の生存率がドキソルビシンイホスファミドを用いた治療でわずかに改善されたことが示されているが、全体的な生存率に対する活膜肉腫の化学療法の利点は依然として不明である。 放射線療法局所再発の可能性を減少させる。本省における放射線療法の利点は化学療法の利点ほど明確ではない。ありがとうございます。